それでは続いて今度は小数や分数の二進十進変換の話に進みたいと思います。でその前にですね、まずですね、二進の循環小数を有理数で、表現、十進の有理数で表現するっていう話に入るんですけれども、その前にこれまでですね、数学の授業などで、その十進の循環表数を十進の有理数に表現するっていう方法は多分皆さんどこかで触れたと思いますので、一応復習しておきたいと思います。まあ、例題として、A として次の循環小数を用意するんですけど、まず、循環小数の表記としてはですね、循環する部分、すなわち循環節といいますが、この循環節の、最初と終わりのところに、桁の上にこう 黒い点をつけることで、この、表している A という数がこの循環小数だということを表しているという点に注意してください。この場合ですと 0.142857 で、1と7に点がついていますから、実際にはこれ142857、142857、142857というふうにこうずっと続くという数ですね。まあ、なお、皆さんぐらいになりますと、まあ、この142857を見れば、この数が関わっている有理数なんだなというのが分かる人は多分分かると思いますけど、まあ、進めてみましょう。で、この十進の循環小数をその有理数に表現するため その基本的な手段としては、A を10の N 乗倍して、その循環節を1個整数部に持ってくるという方法をとります。この場合、循環節が6桁ありますので、A を10の6乗倍すると、循環節が1個ですね、整数部に出てきます。で、そこで、10の6乗倍の A から、A を引くことで、この循環節のこの下の方が全部、キャンセルされて0になるわけですね。で、10の6乗マイナス1倍の A が、142,857、すなわち、999,999倍の A が142,857ということになりますので、これを A について解くと、A が999,999分の142,857と。で、これを約分して、A は7分の1と出てきます。まあ、この辺のやり方は皆さんご存知かと思います。で、これがですね、循環小数が二進表記の場合も、計算方法は同様にして行うことができます。でまず例として、A としてですね、この 0.00111、この0011が循環数ですね。0.00111、0011、0011っていう、この二進表記の循環小数を、十進の、ごめんなさい、十進の有理数で表す、計算をやってみましょう。でまず最初にやるのはですね、循環節を小数点のすぐ下に持ってくるということで、この場合は循環節が小数第2位から始まっていますので、こういう関係式で B という数を作ります。で、B は 0.0011 ですね。この小数第1位から第4位までが循環数という循環小数にしました。で、この B ができましたら、作られましたら、この B を2の N 乗倍して、この循環節を1個整数部に持ってきます。この場合、循環節が4桁ですので、B を2の4乗倍すれば、11.0011となっています。で、ここからその B を引くことで、ここすみません、ちょっと注意していただきたいのは、この等式の、左辺は十進数で表記されていて、右辺は二進数で表記されているので、ちょっと注意してほしいんですけれども、15倍の B がですね、この場合はその小数部が全部キャンセルされて、二進数の11、すなわち十進数の3になっていますので、15×B が3ですから、B は15分の3、すなわち5分の1ということになります。で最後に A を求めるんですけれども、A は B の2分の1倍ということにしておりましたので、5分の 1×2 分の1で A は10分の1というのが答えになります。はい、次がですね、逆にじゃあ十進表記の、
まあ、数ですね、整数以外の数を二進表記にこうな変換するという、方法について、説明したいと思います。で、今ですね、その実数 x で x は十進表記のときに、この x の整数部分と小数部分というのを分けて表します。整数部分は、これ x の、フロア関数ですね。x を超えない、x 以下の、最大の整数ということで、で、整数部分を表しまして、残った部分はこの x を中括弧で括った形で小数と部分として表します。で、そうしますと、まあ、この x をですね、整数部分と小数部分に分ければですね、整数部分の二進表記を例えば z として、それから、小数部分の、二進表記を p とすれば、その最終的にこの x の二進表記が z 点 p というふうに表せますから、なので、ここではその整数部分と小数部分を分けまして、で整数部分の十進から二進への変換というのは先ほど扱った通りですので、ここからその小数部のをですね、この、二進数へ変換するということを見ていきたいと思います。で、ここで例題を持ってきました。10分の1、十進数の10分の1を二進表記で計算するということなんですが、まずやることはですね、この、ごめんなさい。与えられた数を順に2倍していきます。例えば、今、十進数で10分の1が与えられていたので、これをまず2倍しますね。そうすると、5分の1になりまして、で、この2倍するというのをまず続けるんですね。2倍した数値が1を超えないうちは、この数をさらに2倍にするという操作を続けます。今、10分の1を2倍して5分の1になって、これは1を超えてませんから、5分の1をさらに2倍して5分の2、5分の2をさらに2倍して5分の4、で5分の4を2倍したところで、これは5分の8になって1を超えますので、ここでその、これを表記をですね、1プラス1を超えない数という、こういう表記に直します。5分の8は1プラス5分の3という形で、有表記にして1という数を外へ出します。以下、今度はまた、ここに出てきた5分の3をですね、2倍して、で、5分の6になりますと、これまた1を超えてますから、これを1プラス5分の1ということで、1を書き出して、今度5分の1を2倍していきます。で5分の1を2倍すると、5分の2、5分の2を増すと5分の4、5分の4を2倍すると、5分の8になりますから、また1プラス3、5分の3という形で表していくんですけれども、で、こうやってですね、その、ここの、なんとかを2倍した値がこの1に等しくなるか、あるいは、この循環節が出てくるまで計算を続けます。この場合、その循環節はどこに出てくるかというと、右側の列の上のところですね、5分の3を2倍して、5分の6が出たから、これを1プラス、5分の1プラス1にしましたね。で、この段階で、その、最初の方に出てきた5分の1が出てきますので、ここから先は、この、ここの5分の1が、から、こう、2倍、2倍、2倍していった計算が、こう、何回も何回も繰り返して現れるということになります。よろしいでしょうか。で、そうしますと、まあ、循環節が出るか1が出るまで続けると、こんなふうにプラス0とかプラス1とかっていう、こう数がこうザーッと並ぶんですけれども、この各桁の数字をですね、上から順に小数点の下に並べることで、この十進数、ここの例題で言うと、10分の1の二進表記を得ることができます。この場合ですと、0.0001100001ってこう続くわけですけれども、実際にこの十進数10分の1の二進表記というのは 0.0001100011000ということになりまして、ここではその小数第2位から
1、2、3、4、5位までですね、この0011が循環するという形で、そのこの10分の1の二進表記が得られます。で、このですね、この計算で、そのこの書き出した0とか1の並びを並べることで、それなぜその二進表記を得られたかって言いますと、これもやはりその方段法の考え方で説明することができます。で、先ほどの計算をたどっていきますと、まず、10分の1っていう数があってですね、この2倍して5分の1を出したっていうのは、こういう10分の1をこんな形で表したんですね。2分の1かける0プラス5分の1として表しましたと。で、これをさらに2倍したということは、これ全体に2分の1をかけて、で、さらにこういう形でくくって、この中を5分の2にしたという感じで、形で、その、ここの分数をですね、順々に2倍していったということは、このような形の展開を求めていったということに他ならないわけですね。で、それでこの、展開の括弧のすぐ後ろに、この0とか1を書き出したわけですけれども、これというのは実は、その、このフォーナー法による、表記では、この、この10分の1を二進数で展開したときの各桁の、係数を表しているということに、いう意味になったということを意味しています。まずちょっと、これ、また時間があったら皆さんでも復習してみてください。